はい、こんばんは。こんお声ばんは。はの方入ってますでしょうか。大丈夫ですか。茨城さん、どうしたんですさっか？きまで良かったんだけどね。なんか今、止いまっきてなまり、す。なんか変な感じ？あら。大丈夫かな？大丈夫ですかね。大丈夫かな？今のところちょっと不安定と出てないんですけども。あ、そうですか。なんかね、今、はちょい。っとブジって切れてたけど、なんかライブそうです始ね。まると、やっぱあれなんだよね。PC のもう、あれ、そうですあれがね。取られちゃうのかな。はい。なっちゃう。行きましょうか。はい。どうもこんばんは。プライマーチャンネルの藤田と。茨城です。この番組はマニラでライフスタイルメディアをやっております。フィリピンプライマーがフィリピンのニュースをピックアップしてお送りしております。今日は、7月15日ですね。金曜日。花の金曜日でございますが、皆様どうお過ごしでしょうか。僕はね、頑張ってね、ニュース、またやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ見てください。ということで、今日の街のニュースの方から、茨城さんお願いします。はい、街のニュース、こちらになります。どんと、まず、こちらですね、フィリピン在住の、栃木県出身の、皆様に、す朗ご報いな。ね。はローカル感、い。ローカル感丸出しって感じの、なんかいいですね。そうですね。栃木県は素晴らしい、まあ、ところなんですよ。こちら、県人会の発足の、ご案内なんですけども、栃木県、県人会がですね、7月26日火曜日の、18時から、マニラで、開催と。マカバカティでティ開です。催。はい。バカティで開催で。はい。はい。で、ご参加の方はこちらですね、幹事の方、あと副幹事の方いらっしゃいますので、ご連はい。絡していただければとな思るうほこど。とですと。栃は木い。県人の方県結民構いらっ同し士ゃでるんすですね、かそっね。ちに行った時は。ねえ、栃木県の方。ってことですよね。これで発足ね。したってことは。ぜひぜひ栃木県の方ですね、こちらに、なんですか、恥ずかしがらずに電話していただいて、ぜひすぐ、なんですか、この栃木っ栃ていう木で。ロゴが ついてかる。わいい。そうですね。気合入ってますね、栃木県人気会。合が入ってますね。僕はね、静岡県人会なんですけれども、おー、静岡県人会も、来週やりますんで、はい。あ、なるほど。連絡いただければ、ぜひ参加していただければと思います。いいですね。私これとは一緒に飲ですみたいっね。ていう方ですね。あ 僕の話になっちゃいけませんね。東浦さんと石橋さんがやるらしい。栃木、まずは栃木の方からよろしくお願いします。はい。ということで。ですね。ということで、街の情報、以上になります。はい、わかりました。街の情報。はい、なんですけれども。じゃあですね、早速ニュースの方行きましょうか。こちらですね。よいしょ、ドン。7月、見えます？見えてるかな？見えます。7月15日のプライマーニュースということで、こちら、フィリピン鉄道計画3件、中国の資金援助白紙にというニュースからです。こちらね、日経新聞の方で、報道されているニュースです。こちら、どうぞ。こちら、フィリピン鉄道計画3件、中国の資金援助白紙にということで、7月15日のニュースです。フィリピン運輸省は15日、同国政府による鉄道建設計画3件について、中国による資金援助が白紙になったと、明らかにしました。建設費は計2760億ペソ、約6800億円の見通しです。マルコス新大統領は南シナ海の領有権問題で中国に対して強硬な姿勢を見せており、中国側の対抗措置である可能性があるということです。中国の資金援助が白紙になったのは、首都マニラの南部を運行する鉄道と、港のあるスービック。と空港のあるクラークを結ぶ鉄道、南部ミンダナオ島でダバオなど運行する鉄道の3件になります。それぞれ建設費は1420億ペソ、510億ペソ、830億ペソを見込むということでして、今後、フィリピンは中国と再協議する見通しですが、民間主導による建設に切り替える可能性もある。ということです。フィリピンと中国は南シナ海の領有権問題をめぐり対立しています。ドゥテルテ前大統領は経済協力を優先して対中融和姿勢を打ち出したこともあり、中国の援助により橋の建設などが進んでいました。マルコス氏は前政権のインフラ整備計画を踏襲し、鉄道による交通輸送網の構築も重要視しています。マニラでは日本政府の支援でフィリピン初の地下鉄の建設が進んでいるというああ、こと日なん本で政す。府の方でもね、進んでるんですけれども、そうですね、これね、だから、日本ではね、こういう報道されてますけど、いろんなね、見方されてる方がいらっしゃって、利権やね、賄賂の流れの整理をするために、一回こう、話なくして、
直すんじゃないかみたいな話もあったりとかするんですけれども、こちらの同じニュースですね、にフィリピン側でどうやって報道されているかというのをちょっと比較してみながら見ていきたいと思います。こちらどうぞ。こちら、ビルドビルドビルド、中国が支援するいくつかの鉄道はまだ資金を得ていない DOTR ということなんですけども、はい、7月14日のニュースです。中国が支援するビルドビルドビルドプログラムの鉄道プロジェクトはまだ資金がないため建設が進められないと運輸省の担当者が木曜日に語りました。まだ資金がないプロジェクトの中にはラグナからビコール、クラークからスービック、そしてロドリゴ・ドテルテ前大統領の選挙公約であったミンダナオ鉄道の鉄道システムが計画されていますと。クラークからスービックへ行けはどうしたと。タグムからディゴスまでの110キロはもう行けのようなものだと、セサール・チャベス鉄道運輸次官は語っています。私たちが国民に知ってもらいたいのは私たちには資金がないということですと。カランバからビコールへのプロジェクトは1420億ペソの価値があります。資金がないと。クラックからスービック、タグムからディゴスのプロジェクトも同じくですね、資金がないと。我々は国民、議会、内閣、そして期待する人々の期待を管理するためにこのようにこう言ってますと言ってますね。彼はフィリピン国鉄 PNR のカランバ州バンリックからアルバイ州のダラガまでの380キロの接続は1420億ペソであり、現在進行中の鉄道プロジェクトの中で最大の契約となっていると述べています。今年1月18日、国土交通省は PNR ビコールパッケージ1の契約をですね、中国の合弁会社である中国鉄道集団公司、中国鉄道第三工程集団有限公司、そして中国鉄道工程顧問有限公司に発注しました。国土交通省によると PNR ビコールパッケージ1の建設は2024年までに完了し、2025年の第三四半期までに運転を開始する予定であるとのことですと。もう一つのプロジェクトは510億ペソのクラーク・スービック鉄道で、まだ資金調達がなされていません。2019年1月にタグム、ダバオ、ディゴス区間の第1期工事を開始することになっていた830億ペソのミンダナオ鉄道プロジェクトもまだ資金を確保できていない状態であったと。でチャベス氏は当時のカルロス・ドミゲス3世財務長官が今年2月フィリピンの中国への融資申請のですね、フォローアップを試みたと述べてまして、政府を代表する財務長官がこの融資は撤回されたものとみなすと言っていたと。でそして、財務省官による手紙では、つまり政府を代表してもしこれらの融資を認めないのであれば撤回されたものと考えてくださいと。これはどういう意味だろうと、返事がないから撤回されたということですねと。でチャベス氏は、フェルディナンド・マルコス・ジュニア氏が、融資の申請を再開し、中国政府と再交渉するよう指示したと、付け加えました。マルコス氏がですね、再交渉を再開してくれと、チャベス氏はこう伝えていたと。で任期開始時、ドゥテルテは中国を訪問し、投資と融資の、約束で約240億ドル、約1兆3600億円、1ドル56円換算ですね、もう、このフィリピンですね、こう持ち帰って、伸びたと。でしかし2020年ですね、ドゥテルテ自身の、社会経済計画長官、エルネスト・ペルニア氏は、中国は国のインフラプロジェクトに資金を提供するのが、遅いと述べてます。NEDA、NEDA の NEDA によると、ドゥテルテの中国訪問から4年後の、2020年8月時点で、ビノンドから、イントラマラス橋と、エストレージャ、パンタレオン橋ですね、に59億ペソ、紛争に苦しむ、マラウイ市に、リハビリに、10億ペソ、地下ポンプ灌漑プロジェクトに44億ペソ、新100年水源カリワダム、ダムですね、に120億ペソしか受け取っていないということで、日本やアジア開発銀行が資金提供したプロジェクトはとは対照的に、中国による資金提供のない鉄道プロジェクトが目立っていますと。マニラ地下鉄、南通勤鉄道、マロロスからクラーク鉄道は全て着工し、建設が進行中であると。なるほどですね。だこれ見てるとちょっとなんか雰囲気違いますよね。日本の方は ね、中国の方からもう断られたみたいな感じになってるのかな、これね、方は。
中国側の対抗措置である可能性があるとかっていうね、領有権にも、に対、に姿勢に対する対抗みたいな、資金援助が白紙になったみたいな感じで書かれてますけど、これなんかこっちのフィリピン側のニュースを見てると、もう随分2020年ぐらいからもうお金払ってこないみたいそうな。ですね。だから、そうなんですかね、対抗措置というよりは中国経済の、なんていうんですかね、狂いというか、あとなんですか、やっぱ中国経済ちょっと問題出そうだみたいな、去年ぐらいから言われてたじゃないですか。そうですね。ね、共産主義のが力強くなりすぎて、アメリカの圧力が強くて、アメリカで上場している、中国企業が上場廃止になったりとかするケースが出てたりとかっていうのがあって、中国の、なんですか、市場の株価がですね、ぐわーって下がっていったっていうような事件があったりとか、あとその不動産会社の方で問題が出てたりとかっていうのがあったのがね、多分ね、ご記憶の方もいらっしゃると思うんですけれども、どっちかというとそっちの方の影響なのかなというね、中国からお金払ってこねえか、とりあえずなくしちゃって払ってくれよみたいな。払えはないから、じゃあ民間に持ってこうかみたいなっていう感じなんですけれども、これがね、結構ね、こういうのって結構僕好きで、ニュースってこういろいろ見比べてみないと、確かに。そうです意見ね。というか、その発言って違うんだな、どっちが正しいかちょっとわからないんですけれども、フィリピン側と日本側の報道の仕方が、この ABS のと、日経新聞のやつを比べても、ちょっと、なんですかね、表現が違うっていうのが面白いなっていうふうに思いました。はい、では次のニュース行ってみましょう。続きまして、DBM、重複する政府機関の、合弁、再編成案を指示となんですいうか、ことです。DBM じゃないっていうことだ、確かですよね。そうですね。こちら7月13日の、ニュースです。アメナ、パンガダマン、予算長官は、19日、予算管理省が、スリムで効率的、かつ迅速な労働力のために政府を権利化する、提案を指示すると述べました。声明の中で、このパンガダマン氏は、権利化の目的は、他の目的に使用できる資金を節約するために、機敏で、小さな官僚機構を作ることであると、述べています。権利化、という包括的な目的は、機動的で、即応性のある官僚機構を作ることですと、反復的な機能や、重複する機能を持つ多くの組織に対して、そのプログラムを提供すると述べています。権利化の提案は、187の政府機関と200万人以上の、政府所有管理会社 GOCC のうち、合弁、再編、廃止によって、合理化できるものを決定すると、新予算局長は、述べたということです。このパンガダマン氏はですね、権利化によって、政府が必要とするインフラの建設、社会サービス、保健分野のプログラム、農業などの優先プロジェクトに、使用できる予算を大幅に節約できると、国民に約束をしたということです。また、政府は人員戦力プログラムを提供し、空いたポジションに応募できるようにする予定ですと。退職を希望する方は、適切な退職金を受け取ることができると。なるほど。これね、できるのはすごいですよね。多分政府の中って、同じようなことやってるところが結構いっぱいあったりとか、そこをね、整理して、でも、日本なんかね、公務員クビにできなかったりとかするんで、その人どこに移動するかみたいなっていうふうなね、ところの問題があって、なかなかそういうね、英断というか、バサッとこう、やるのが難しいと思うんですけれども、これね、どんどんやっていくのが、それを理由に何々ができないとかっていうのにならないように、ちゃんとこう、IT 化していきな、DX 化させていって、ね、改善していってもらえればなっていうふうに思います。次のニュース行ってみましょう。続きまして、インターネットサービス改善法案、上院に再提出ということです。7月13日のニュースです。グレース・ポー上議院議員は、高速で信頼性が高く、手頃な価格のインターネット接続を全国に提供しようとするですね、法案を再提出しています。2020年に初めて提出された、ポー氏の提案、ベター・インターネット・アクトは、国内のすべての公共、通信事業体、PTE と、インターネットサービスプロバイダー、ISP に、にサービスの範囲を広げ、インターネットの速度、品質、一貫性に関する、基準値を、遵守するよう求めるものです
でありました。間違いなくインターネットは生存と繁栄のための不可欠なツールとなっていますと。したがって我々はインターネットへのパブリックアクセスを強化するべきであると。ポーシャはですね、声明の中で述べています、高速で手頃な価格のインターネット接続を確保することは、我が国と、国民の競争力を高めるための選択肢に、なりますと。それは優先事項であるべきですと、言ってますね、法案によると、国家電気通信委員会 NTC は、PTE と ISP に対して、接続、受信、適正価格、そして請求方法に関する最低基準を強制する必要があると。ただし無料のインターネットサービスについては最低限のインターネット速度は要求されませんと。違反が発覚した場合 ISP は違反1件につき20万から200万ペソの罰金を課されることになります。ネットワーク速度アナリストの大倉が最近発表したレポートによると、通信会社がデジタルインフラへの投資を増やし始めたことと、規制の改革によりフィリピンでは全体的にですね 4G の性能が向上しているということ。なるほど。結構ね、インターネットで問題はあんましないかなと。うちのオフィスがちょっとね、問題あるけど、BGC に住んでたりとかすると全然問題ないですよね。そうですね。バラキさんちはちょっと、あれですけどね。ちょっと、そうですね。遅いですね。改善よろしくお願いします。改善をいたします、はい。はい。いいんじゃないですかね。はい。次のニュース行ってみましょう。はい。続きまして、保健省の担当官任命と。はい、ことです。7月の14日のニュースです。フェーディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、保健省の担当官として、マリア・ロサリオ・ベルゲイユ保健次官を指名しました。木曜日のブリーフィングで、トリクシー・クルス・アンヘレス、報道官は、最高責任者が7月31日までに保健省長官を任命できない場合、ベルゲイヤ氏のですね、責任者としての任命を延長することができると、述べました。マルコスの最初の覚書回覧によると、担当官は7月31日まで、あるいは後任が指名されるまでのいずれか、早い方の期間、トップの職務を遂行されるものとされていると。ベルゲイヤ氏は、現在公衆衛生サービスチームと、出席補佐官出席補佐官室の次官を務めていますと。昨年6月には国立予防接種オペレーションセンターの責任者に指名されました。同省の広報担当としてベルゲイヤ氏は政府の COVID-19 パンデミック対応の顔となってますねと。保健省は声明の中でマルコスがキャリア組の一人に信頼を寄せてくれたことに感謝したと。そして前政権が築いた成果を引き継ぐために国防省の一人一人が協力し合っていく。我々はパンデミックからの回復を継続し、すべてのフィリピン人のための回復系に取り組むことを楽しみにしていますと述べています。大統領就任から2週間、マルコス氏は COVID-19 の管理と医療分野の課題への対応という大きな仕事を誰に引き継ぐか、まだ決められていないと。またマルコス氏がフィリピンチャリティースイープステークスオフィスのゼネラルマネージャーとして元ライトレール交通局管理者のメル・ロブレス氏を指名したことを発表したと。なるほど。これあれですか、ベギアさんはもしかしたら変わっちゃうかも、可能性もあるってことなんですかね、これ。この内容だと。そうですね。なるほど。はい。ありました。次のニュースいってみましょう。続きまして、マルコス氏、2023年、初頭までに、国民 ID の使用を検討ということです。7月14日の、ニュースです。フェディナンド、マルコス・ジュニア大統領は、20日、フィリピン人が、来年早々に国民 ID を、使えるようにすることをですね、検討していると、述べたということです。マルコス氏は、アルセニオ・バリサ官、社会経済長官との会談の翌日、この声明を発表し、ご議論したということです。ネダのアルセニオ・バリサ官、長官との局長との会談では、2023年の前半に、同胞がこれらを使えるようにするために、5000万枚以上のですね、国民 ID の生産を加速されることも議論したということです。国民 ID 制度は政府の経済回復計画の一部であると、トリクシー・クルス・アンケレス報道官は述べています。2018年、当時のロドリコ・ドゥテルテ大統領は、フィリピンシステム識別法、フィルシスアクトに署名し、すべての国民と外国人居住者が政府とのすべての取引で単一の国民識別番号を持つための公式身分証明書を作成するよう政府に義務付けたと。そして2021年、
フィリピン統計局 PSA は BSP が1日に少なくとも7万件の国民 ID を作成しているが、登録者の殺到により遅れに直面していると発表しています。2月には約5500万人のフィリピン人が国民 ID システムに登録したそうですが、今のところ600万枚のこの ID しかリリースされていないとひどいね。ひどいですね、これは。なんかもう、あの、日本との比較になっちゃうんですけど、日本はね、そういうマイナンバーカードとかね、そうですね、登録したくないとかっていう人が多いんですけど、うん、フィリピンは殺到して遅れちゃって5500万人、国民半分、登録したんだけど600万人しかしかもちろん。これはね、もうね、最初の設計と運用とアップデートっていうのが、ね、多分大事なんで、ちゃんとしようよっていう感じですね。はい、次のニュース行ってみましょう。はい、続きまして、米海、フィリピンが基本的人権基準を乱すまで、PNP への援助を、阻止することに合意ということです。7月15日のニュースです。アメリカ下院は、フィリピンが基本的な人権基準を満たしたと、認められるまで、フィリピン国家警察への装備や訓練などの援助を、阻止する、国防費法案の修正案に合意しました。スーザン・ワイルド、議員、ペンシルベニア州選出ですね、が提出し、米下院が発生投票により採択した、2023年国防権限法の修正案は、フィリピンが満たしていると、国務長官が証明するまで、国務省の PNP への資金、支援に資金を提供しないことを定めているということです。フィリピン国家警察は、労働組合員、ジャーナリスト、人権保護者、擁護者ですね、政府批判者、宗教指導者、その他の市民社会活動家が干渉されることなく活動する権利を効果的に保護することを確立したと。人権侵害を行った警察および軍隊のメンバーを調査し、起訴し、裁判にかけることができる司法制度を保障するための効果的な措置を講じたということです。アメリカとフィリピンの関係において基本的な人権のルールを設置し始める時期がとうに過ぎていると、ワイルド議員は発言しています。そしてワイルド氏の修正案にはアメリカ大統領に180日間まで PNP に支援を提供する自由を与えるという条項が含まれていたということです。アメリカ下院の外交委員会、また同じく上院のですね、外交委員会が権利放棄の発行日の15日前までに通知されること、アメリカまたはそのパートナーや同盟国の国家安全保障上の利益に不可欠であることと、国防費法案の修正案は2020年にワイルド氏が提出し、翌年に再提出されたフィリピン人憲法の文言を借用借りていると。アメリカ大使館によると、フィリピンはインド太平洋地域でアメリカから軍事支援を受ける最大の国で、570億ペソ以上の飛行機、装甲車、小銃、その他の軍備を受け取っています。国務省はフィリピンの人権状況に関する最新の報告書で、超法的殺人、強制失踪、拷問、恣意的拘留、過酷な刑務所環境などをですね、指摘していますが、アメリカからフィリピンへの国防支援は続いていますと。なるほど、国防支援は続いているってことなんですね。ただ PNP への支援はしないよっていうか、PNP に支援してたんだっていうのはね、逆にびっくりなんですけど。そうですね。なるほどねと。ただ、要はこれ、ドテルテさんがね、超猟奇的な殺人みたいなっていう、猟奇的じゃないか、超法規的殺人か。ごめんなさい。猟奇的じゃないですね。超法規的殺人をやってしまってるっていう、ところの部分なんですけど、今はもうその辺落ち着いてるんじゃないかなっていう、こういって、ね、住んでる感じでは。あんまし聞かないですね、もうその辺はね。そうですね。だから、まあ、そろそろ終わるのかなとか思いながら、はい、おりますが、次のニュースいってみましょう。はい、で続きまして、コーヒーから洗剤まで、値上げを求めるメーカーが増加と。ちょっとインフレの話が止まんないですよね、もうね、毎回ね。そうですね。はい。どうぞ。4月13日のニュースです。貿易産業省 DTI は、今後数週間のうちにいくつかの基本的な商品を対象とした値上げ申請について決定する予定であると、7月12日火曜日に発表しました。ルース・カステロ貿易中華によりますと、値上げ要請はイワシの缶詰、インスタントラーメン、肉の缶詰、コーヒー、パン、洗剤が対象と。
そして製造業者は2から10%の値上げを要求していると述べています。DTI が5月に発表した SRP リストでは、イワシ缶、加工乳、インスタントラーメン、塩、洗剤石鹸、加工肉缶、牛肉缶、トイレ用石鹸、電池、コーヒー、調味料など82の在庫管理ユニットが値上げを認められています。最近フィリピン統計局 PSA は2022年6月のインフレ率が 6.1% であったと報告し、その理由として食品と非アルコール飲料の価格と輸送費の年間成長率が高かったことを挙げています。7月12日火曜日に発表されたパルスアジアによる最新の調査ではフィリピン人の 57% がインフレは賃金や貧困削減と同様にマルコス大統領が取り組むべき最も緊急のですね、国家的関心事であると回答しているということです。なるほどですね、わかりました。ちょっとねこれ穀物価格はねちょっと下がってると思うんで、まあでもちょっとその商品価格っていうのはね、上がった後にこう今追いついてるっていう段階なんで、今ちょっと下がってるんですけども、まあ、下がることはちょっとなさそうですけどね。なんか、この辺で、とどまってもらえる。ちょっとまだ不安定なんで何とも言えないんですけど、とどまってくれることを期待するっていう感じですかね。ですね。はい。穀物価格は下がり気味っていう状態です。次のニュース行ってみましょう。続きまして、メイニラード社のパイプライン破損により、マニラ首都圏の一部で18時間から36時間断水ということです。止まってますね。はい。はい。7月14日のニュースです。マニラ市、マカティ市、パサイ市、ラスピニアス市、パラニアケ市のですね、一部地域にある住宅や施設では、月曜日の夜にマニラ市ピアザ通りで発生したメニラ土砂の水道管破損に伴う修理作業のため、7月15日本日ですね、から16日土曜日の約18から36時間にわたって水が使えない状態となる予定だそうです。断水は7月15日本日金曜日午前11時から始まり、明日16日土曜日午後11時まで続くと予想されますと。年ごとの影響地域は、以下のと、まあ、そうですね、この辺ですね。はい、ね、いただければと思うんですけど、結構パサイ、マカティ、パラニアーケ、パラニアーケも結構いろいろあって、パス、あ、そっか、マカティ、マニラですね。まあ、結構バラン街の詳細までこう出てますね。書かれてますね。そっか。16日もあると。そうですね、ちょっと違うエリアになるのかな、こう、ラス。なるほどですね。はい。はい。で、排水プロジェクトの請負会社が、7月11日月曜日、このメリネラド社の 直径500ミリ、のですね、パイプラインを誤ってこう破損したさせて、破損させて、させたと述べたと。で、彼らは、12日火曜日の夜になって、ようやく事故のことを知らされたと。で、私たちはパイプを破損してしまったので、トレンチの排水のために閉じることができる、バルブを探そうとしました。閉じることができて、トランクライン。閉じができるこのバルブというのはトランクラインですと。しかし、それを閉めれば、さらに多くの地域で水道が使えなくなると。述べているということです。ですね。で、住民に飲料水を提供するために移動式タンカーを配備する予定であると。なるほどね。まあ、要は修理の、そのパイプ壊しちゃったから、その修理のために水止めますよっていう話で、えらい迷惑な話ですよね。ですね。えらい迷惑な話ですね。しかもこんな、もうでかい領域にね、影響しちゃうっていうのはどこかね。そうですね。ねえ、なんかない、なんとかなんなかったのかみたいなっていうね。はい。次のニュース行ってみましょう。はい。続きまして、フィルサ、衛星データで新たな、漁場をですね、発見ということです。7月12日のニュースです。NASA が宇宙を、より深く理解するために遠くの銀河を、調べている一方で、フィリピン宇宙庁は、フィリピンの漁師のために新しい漁場の可能性を探るために衛星データを利用しているということです。いいね。フィルサの、研究の初期結果は、スール州と、ネグロス島の自治体海域が、漁業地適地となる可能性が高いことを発見したということです。フィルサの地球科学宇宙ミッション研究部門のシニア科学研究スペシャリストのですね、マーク・ジェイソン・フェリックス氏は、既存の中核的漁業地域とは別に、自治体、境界内、内外、境界内と内外のいくつかの地域が潜在的漁場であることを突き止めることができたと述べています。クロロフィル A 濃度
海面水温、水深などの衛星データを用いて海の環境状態を把握したということです。でこのクロロフィル A 濃度は、沿岸海域の植物プランクトンの量や、バイオマスの指標となるものですと。でどのあたりが、この漁場になりそうなのかということなんですけども、イルコスノーテ、イルコスサラですね、こう北と南の海域、そしてイースタンエビサヤとダバオ地域の東部は、漁場として適している可能性が低いことが示されました。一般に、クロロフィル、A 濃度が非常に低い、深海は、漁場としてふさわしくないことが観察されると、述べています。しかしこのような知見はまだ現場での検証が必要であると述べていますと。この取り組みは、漁者にですね、どのような利益をもたらすかと、いうことですね。はい。ですね。で、フィリピン運輸庁フィルさんによると、2021年に始まったこの取り組みは、業種に費用対効果の高いガイドを提供する国全体の漁場マップを考え出すことを目的としているということです。フィルさんは、漁業、水生資源局や国立水産研究、開発機構と調整し、現地での検証や専門家の評価に取り組んでいますと。なるほど。これちょっとね、画面見えますか、茨城さん。はい。これね、ちょっと見てもらえると、はい、左側がですね、2001年の1月の写真で、うんはい、右側が、2021年の5月ですね、うんで漁場に適していると評価された地域の合成写真って書いてあるんですけど、これ微妙にちょっとね、場所違ってるんですよね、これ。面白いのは。ああ、本当だ。これ右と左。はいはいはい、これ今ね、あれですけど、ありますけど、こっちは、ほら、うんうん、あんまないよと。確かに、ね。上だよっていう感じだったり。この辺なんかも、うん、そうですね。この島と島の間だよって感じなんですけど、こっちほら見てみると、うん、ここじゃなくて、こっち側だよ、右側だよとか。はい。もうなんかここの、うん、ここなんかね、すごいごちゃごちゃにこの辺、もう行さん釣れますっていうような感じなんですけれども、ここはその、うん、結構分散されて、うん、逆にこう、左の方に、ああ確かにそうですね、こっちの方に行ってるよとかっていうのは、これ面白いですよね。これはね、うん、どんどんやってもらいたいっていうか、やっぱだから宇宙からこう、地球を見るっていうのは、うん、すごく、要はだから外にばっかり見るというんじゃなくて、宇宙をどう地球に対して、うん、まあまあ、今現在住んでる我々に対してどう利用できるかっていうのは、やっぱスペース X なんかもそうですけれども、うん、こういう技術っていうのはね、すごくいいんじゃないかなっていうにも夢がありますよね。うん、素晴らしいです。はい。ね。なんかいつかそのうち取材したいね、こういうのね。したいですね。確かに。はい。次のニュース行ってみましょう。はい。続きまして、2033年に再びシーゲームスを開催へと。はい。ということです。7月10日のニュースです。フィリピンオリンピック委員会 POC 会長のアブラハム・バムボール・トレンティーノ氏によると、フィリピンは2033年に東南アジア競技大会を開催するとのことです。フィリピンが大会を主催するのはこれで5回目となり、前回の開催は2019年でした。2033年に新たに開催することを提案し、評議会は満場一致で承認したと、トレンティーノ氏は木曜日、来年の第32回シーゲームスの開催地であるプノンペンでのシーゲームスフェデレーションコンシルミーティングのことを、指してこう述べたということです。東南アジアのオリンピックですね、その東南アジアのオリンピックみたいなこの感じの大会と。ですね。はいはいはい。わかりました。2033年。まあ、すぐなんだよね。10年なんてね。そうですね。10年になったらね、もうこのね、髪型がどうなってんのかなと思ってたね。自分の、はい、楽しみでしょうがないんですけど。次のニュース行ってみましょう。次のニュース行ってみましょう。はい。続きまして、デペット。来年度は11月2日から、完全対面事業に移行と。はい。いよいよ。いよいよですね。はい。ですね。7月12日のニュースです。教育省デペットは火曜日、11月2日から全国のすべての公立、私立学校で5日間の完全対面授業を実施することを発表しました。今週月曜日に出されたデペット、オーダー、ナンバー034に従って対面式の授業が義務付けられると、デペットの、アンダーセクテリタリーのですね、エピマクソ・エデンシン氏はですね、述べました。2022年11月2日までにすべての公立、私立学校に5日間の対面授業に移行するよう支持していると語っています。私たちは対面式授業を続けていきますと、しかし IATF の決定には従いますと述べています。2022年
2023年度の授業開始は2022年8月22日に正式に始まり、翌年2023年7月7日に終了するということです。なるほど。5日間の対面授業、週5日ってことの対面授業、まあ、フルフルでっていうことなんでしょうね。そうですね。そういう方向に行きますね。じゃあ、なんつうの、そのワクチンとかどうなのっていうところも気になると思うんですけれども、そこら辺ちょっと見てみましょう。はい。はい。じゃあ。そうですね。学校が対面授業に移行した場合、ワクチン接種は必要ないと。はい。ことで、7月14日のニュースです。サラ・ドゥテルテ副大統領は、兼任の教育長官としての、最初の命令としてですね、11月2日から、国内のすべての学校を対面授業に戻すことを義務付けるという強い命令を出しました。生徒を従来の学習形態に戻すための前提条件は設定されていません。ウイルスに対する、予防接種も必要ありません。予防接種は義務ではないので、ワクチン未接種の生徒を隔離したり差別したりすべきではないですし、教室内で生徒が混在していても問題はないですよと、ドテルテ、サラ・ドテルテ氏は語ってますと。学校が対面式授業に移行してもワクチン接種は必要ありませんということです。なんかサラ・ドテルテさんやっぱ心強いよね、ちょっとね。そうですね、みんなの味方なんか、あ、いい判断してくれそうみたいな感じがすごくする人だなというふうに思います。はい。まあ、ワクチン打たなくていいということですね。ですね。はい。じゃあ次のニュース行ってみましょう。続きまして、クイッパーは、学校のネクスト、ノーマルへの移行をサポートしますと。はい。ということです。こちら7月11日のニュースです。経済学校の、開放に移行する中、日本の教育テクノロジー、エドテック企業であるクイッパーは、教育機関、そして生徒やその保護者がこの変化をナビゲートできるよう率先して取り組んでいます。フィリピンの教育部門は、この2年間で大きな変化を遂げました。COVID-19 の発生により、教育機関と2700万人以上の生徒が遠隔学習やブレンデッドラーニングなど、いくつかの代替学習法に移行して、状況に対処することを余儀なくされた。されましたね。この現実は遠隔学習を可能にするテクノロジーの活用の重要性を増幅させました。現在一部の教育機関はハイブリッドとフリキシブルを組み合わせた造語であるハイフレックスモデルを取り入れ始めています。ハイブリッド学習は様々な教材方法を組み合わせたものですと。ハイブリッド学習は教室復帰型授業、オンライン学習、モジュール式遠隔学習、テレビ、ラジオ、オンラインを使ったですね、授業など、様々な教育方法を組み合わせたものです。今日ですね、教育機関は学生の健康や有意義なつながりを確保しながら、より積極的な学習体験を提供する必要がありますと。これらの要素はすべて現在および将来の学習体験を成功するために不可欠ですと。適切なテクノロジーとプラットフォームを活用することで、教育関係者はあらゆるタイプの学習環境に移行することができますと。クイッパーフィリピンの CEO である高木氏は述べていますと。パンデミック後の学生に最高の体験学習を提供するために重要な従来の学習からハイフレックスモデルへのギャップを埋めるために、クイッパーは幅広いコンテンツを持つユーザーフレンドリーなですね、学習管理システムを提供してきました。また教育機関がハイブリッド学習の設定を導入し、学生に全体的で柔軟な学習体験を提供するための支援も行っていますと。現在までにクイッパーは 4万624本の以上のですね、ビデオと200万以上の課題など、さまざまなコンテンツをこう提供していまして、これまでに31万6239人の先生と500万人以上の生徒に利用されていると。すごいね、こんなに使われてるんだ。ね、ああ、これね。ゆうすけ高木 CEO って書いてありますけど、クイッパーフィリピン。クイッパーフィリピン、これね、日本の企業なんですね。ご存知の方、いらっしゃる、多いと思うんですけれども、ご存知ない方のためにご説明させてます。これ、リクルートの子会社なんですね。日本の。なんですよ。で、日本にね、スタディアプリって、ご存知の方、いらっしゃると思うんですけども、そのスタディアプリの海外版が、クイッパー。要は、クイッパーっていう会社はもともとその DNA がつくのを辞めた方がですね、作ったんですけど、イギリスので作って、で、フィリピンの方にも出てきてっていう感じなんですけど、その会社をリクルートが買収したっていう流れですね。はい。なんですけど、すごいですね。浸透はしてるっていうふうには結構聞いてたんですけれども、この、すごいのが31万6千人のですね、先生。うんうん、で、500万人以上の生徒に利用されてるっていうことは、これ、
OEM で提供してるんですかね、学校単位で。おそらく。そうじゃないと、ここまでできないんじゃないかな。ちょっとわかんないですけど、今度聞いてみたいと思いますけど、ユースケ、高木 CEO、日本の方ですからね。はい。仲良くなって、いつもお世話になっておりますという感じなんですが、4624本のビデオ。ああ、なるほどね。すごいですね。すごいですね。はい。ぜひね、こうやって日本の企業がね、フィリピンで活躍して、いただきたいなと。またそういうのがあったら、ね、どんどんね、我々でも取り上げていきたいというふうに思っています。では次のニュース行ってみましょ続きまして、BSP 75ベーシスポイントのサプライズ利上げを実施ということです。7月14日のニュースです。フィリピン中央銀行は木曜日、サプライズで基準金利を75ベーシスポイント引き上げ、拡大するインフレ圧力を抑制するためにさらなる政策行動を取る用意があることを示唆したと、この総裁がですね、述べました。フィリピン中央銀行のフェリペ・メダラ総裁は、Facebook を通じて発表しまして、木曜日から主要な夜間借入金利を3.25%に引き上げると述べています。この動きは8月18日に予定されている BSP の定例政策会合に先立って行われ、5月と6月にそれぞれ25ベーシスポイントの利上げを実施したことに続くものですと。BSP は物価安定のマンデートに沿って中期的にインフレを目標と一致した経路に導くためにさらに必要な行動を取る用意があると述べています。フィリピンのインフレ率は6月に約4年ぶりの高水準に達し、今後も高水準が続くと予想されており、毎年平均で2から4%のですね、目標値を上回ると見られていると。なるほど。これ75ベーシスポイントって結構な数字なんですよね。なんでこれどうなのと思うんですけれども、よいしょ。ちょっとこれフィリピンのね、PSEI の数字見てみたいと思います。1ヶ月で見ましょうかね、これ。はい、これ、チャートなんですけれども、こんな感じ。この発表があったのは14日なんで、14日、ちょっと下がってるんだけど、そんなガツンっていう感じでもないよねっていう感じが、そうですね。ガツンっていう感じじゃないっていう、半年くらいで見てみましょうか。半年くらいで見てると、まあこう、まあ緩やかに下がってはいますけれども、今回その75ベーシスポイントの発表に対して下がってるっていうのはないんですけど、どうなんだろうと。ただ、ペソはちょっと上がるんじゃないかなっていう感じしますよね。この金利が上がってるっていうことね。はい。円は相変わらず、まあ、この間のニュースでもやりましたけれども、ね、金融緩和しますよっていう方向で行っちゃってるんで、これはしんどいぞっていう感じなんですけれども、今週ね、すごくね、大きなニュースがあったんですが、アメリカの方でですね、雇用統計、じゃない、いや、ごめんなさい、消費者物価指数っていうのがあったんですけど、これね、ニュースがあるんですけど、13日のね、水曜日、だから、まあ、夜ですね、出たんですけれども、これ、こちらですね、6月の、米消費者物価指数9.1%上昇。要はだからインフレ率が9.1%ですよ。上がっちゃったと。その前月が8.6%からさらに拡大して9.1。6月のですね、なってるんで、で、この予想がですね、8.8だったんですね、市場予想が。市場予想が8.8だって、それを上回って9.1。っていうところで、で、その理由としては、やっぱりエネルギー価格が一番上がってたっていうふうに言われてるんですけれども、これね、じゃあ、この時に、じゃあ、アメリカの株価どうだったのっていうところなんですが、ここをですね、ちょっと見てみましょうか。軽い感じですね。SP500 で見てみましょうかね。SP500 だと、じゃあ、半年ぐらいで見てみると、下がってんだけど、あれ？そんなに、6月、あれ？ 13 日は、そんなに、影響ない、影響そんなねえぞっていう感じがしますよね。じゃあちょっと不安なんで、他の指数、ダウも見てみましょうかね。ダウ指数もちょっと見てみて、じゃあ、1ヶ月のやつとかで見てみると、そうなんですよね。逆に昨日なんか上がっちゃってるという。じゃあそのハイテク系のところもちょっと見てみましょうかって感じなんですけど、ナスダック。もうちょっと見てみようかなと。
思います。が、1ヶ月で見ましょうかね。1ヶ月で見ると、そんな影響は出てないと。だから、なその、るほど、なるほど。消費者物価が上がってるけど、そんなに、っていう。で、物価が上がってると、その FRB がまた今度、7.5ですけど、前回7.5ベーシスポイントだったんですけれども、次は、もっと上行もっくんじゃと、ないのっていう予測も、まあ、なるほど、なるほ躊躇ど。なくいけるっていう感じなんですけど、どうなのっていう。でもその株価はね、そんなに反応してないというところなんですけど、やっぱこれ、6月の指数なんで、先月のやつなんで、で、今月のチャートとか穀物の価格とかね、ガソリンの価格とか見てると結構下がってたじゃないですか。そうですね。だから下がってたんで、そんなに市場は混乱してないというか、どうなんだろうっていう、まあ、ちょっとまだ目が離せない状態でありますけれども、そんな状なる況ほど。が続いてるっていう事実ですね、だけを伝えなるほどね。させていただきました。ということでですね、今日も、ニュースをお送りしてきましたが、茨城さん、いかがでございましょうか。何かあります？あれ、もご質し問いもただし。いております。どうですか？テスラなぎさんから、チャイナのやり方に従ってると、スリランカ見たくなるよと。そうでしょうね。近藤正美さん、マンダリオンから、こんばんは。こんばんは。わあ。毎回拝見します。ありがとうございまありす。がとうございます。ありがとうございます。新しいニュースありがとうございます。応援してます。中国は本当に、注意ですね。と、やり方がえぐいです。フィリピンも騙されないようにしないと。そうですね。なんか、まあでもなんか、したたかにやってるのかな。ありがとう。でも、いつも見ていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうたくさんありございまます。す。ありがとうございます。今度、オフ会でもやろうかね、なんかね。気になりますか？確かに気になりますね。来てくれんのかな、みんなね。気になります。確かに。そうですね。どうなんだろうな。飲オンみラインたとかい。で。ね、オンライン。いや、もう実際にさ、あって、どっか、気になりますね。集まってフィリピンについて語り合おうよ、みたいな。そう、でも、来たく、もしご興味あって、なんかちょっと考えてみましょう。綺も麗ですし、ね。確かに。ご興味ある方がいらっしゃったらね、コメン面ト白いに、です。コメントが結構ついたりとか、なんかいいねボタンがついたりとかすれば、やってみたいなと思いますけど、そうですね。需要あんのかな？ちょっとわかんないですぜひけど。ぜひ皆さん、教えていただければと思いますので。同じく、近藤正美さん、フィリピンはこれからも何でも値上げですねと、世界中でインフレですねと。そうですね。ちょっと上がっていくでしょうね。ただその、BSP が、7.5、0.75の、に引き上げるっていうことは、BSP も結構本気でやってるよって話ですからね。市場、マーケットの反応がそんなないっていうのは、なんかそこが、実際にこう、踏み切った後にどうなるのかっていうところがありますけど、でもあまりにもそれやると、今度、ちょっと経済後退になりますからね。不況になるっていう方向になっちゃうんで、経済理論から言うとですね。っていう感じですね。ちょっとね、こう目が離せない状況になってるから、流れをね、ちゃんとね、掴んでおくのが大事じゃないかなっていうふうに思います。ニュース見てると、やっぱね、流れ掴めるよね、茨城さんね。そうですね。本当にその通りです今、ね。特にこう激動な時なんで、見ておくのがウォッチしておいて、自分たちのこうね、方向性。企業さんなんか結構ね、そのニュースも見てると見てないのとで、舵の切り方が大きく変わってきますからね。本当そうですね。ぜひ、そやればと思いうます。ですね。テスラなぎさん、コメントいただいてまして、ドル円が140円に近づいてきましたし、ドルペソも56.3になるので、ドル主体の経済は破綻に向かっているような気がしますとおっしゃってますね。そうね、破綻。で、ドル主体の経済、要はアメリカのね、景気はいいんですよ。景気が悪くてっていう感じじゃなくて、景気が良くてのインフレなんで、まだまだドル、要はアメリカ経済中心が、アメリカ経済引っ張っていく方向じゃないかなって僕は思ってますね。ただ、まあ、日本が、まあ、しょうがないですね、これね。以上ですか。最後に、哲柳さんからオンライン飲み会と コメントが オンライン飲み会ってなんか何回かやったことあるんですけど、
なかなか難しいんですよね、なんかコミュニケーションがね。1対1とかだったらいいけど、複数人になると結構しんどいというか、なんかね、対面の方がもうそういう時代じゃなくなっちゃったのかなという感じがします。はい。ということで、はい、ですね。以上でございますね。はい、以上です。はい、ということでですね、今日も最後まで見ていただきまして、誠にありがとうございました。よろしかったら、いいねボタンや、チャンネル登録ボタンも。チャンネル登録ボタン。してない方はですね、ぜひしていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来たよ。フリー、失礼します。